お店の看板商品はサクサクのクロワッサン。あんとバター、今話題の組み合わせに、ホワイトチョコやいちごのチョコがかかったものまで、こだわりのパンが並んでいます。今日オープンしたこちらのカフェ、店内ではこだわりのクロワッサンやコーヒーを楽しむことができます。札幌市西区に今日オープンした白熊三日月コーヒー。札幌に本店を置き、道産小麦にこだわったパンを販売する人気パン店の白熊ベーカリーが初めて出店するカフェです。パン店がカフェ経営に手を出す、その戦略とは。白熊ベーカリーというパン屋さんをやっているんですけれども、そちらのパンをもっと多くの方に楽しんでいただくためには、パン屋さん以外の業態にも挑戦していきたいなというところから、今回のオープンになっております。ベーカリーでも人気のクロワッサンをカフェ専用に改良し、新たに2種類を開発。カフェでしか食べられないクロワッサンで客の心を引きつけます。さらに店内では料理に合うよう独自にブレンドしたコーヒーと一緒に堪能できます。こちらは発酵バターが特徴のプレーンクロワッサンを使ったアップルシナモンカスタード。外はサクサクで、食べた瞬間リンゴの酸味とカスタードの甘さが口いっぱいに広がります。もう一つの甘さ控えめの天然酵母で作られたクロワッサンは、調理されボリューム感ある食事系のクロワッサンとして食べることができます。落ち着いててパンもすごく美味しくて、もう来てよかったなって感じです。食べますか？はい。モーニングだったりとか、あとまあランチタイム、いろいろなシーンで地域のお客様に来ていただけたら嬉しいなと思ってます。自慢のクロワッサンをより多くの人に多くのシーンで、人気パン店の新たな挑戦です。